皆さんこんにちは。今回はですね、入りましたよ。12月の下旬なんですか、12月頃に、現地でね、モーターサイクルショーみたいなのがあったようなんですが、そちらで発表。まあ、その前からホームページに載ってたんですけど、で、1月にデイリバリーが開始ということで、そして早速、入ったということで、引き取ってまいりました。ホンダのクロスオーバーモデル CB150X でございます。こんな感じで。どうすかね。くちばしデザイン。くちばしデザインっていうとね、あれですけど。で、ちょっとナンバーステイね。まあ、これ外せますね。でも、ここに、例えば、ドライブレコーダーのね、カメラつけるとかね、そういうこともできるでしょうし。もちろん、フォグライトはね、でもさらにステイ伸ばしてフォグライト。まあ、フォグライトまたちょっといろんなね、おそらくいろんなオプションを、ホンダさんも用意するでしょうし、まあ、各社ね、いろんなところで用意して、くるだろうってことは、まあ、想像に難しくないわけでございます。このデザインは、まあ、ホンダさんのね、NCX とか、だいたいもうこういうね、感じのデザインですけど、いやー、来ましたね。150っていうね、サイズですけど、エンジンがですね、いわゆる200X とか 190X ですか、中国製だとかインド製あるんですけど、基本的にあれは空冷エンジン、2バルブのね、なんですが、こちらはインドネシアのね、CB150R ですか、ね、CBR、あと CBR150R ってなりますかね。そちらの要は、ツインカム4バルブ、DOHC4 バルブの水冷エンジンを採用しているということで、まあ、出力的にはね、かなりあるのかなと思ったりいたします。喋るとメガネが曇る ですよね。フロントは倒立サスペンションを採用しております。そして、ホイールサイズはね、前後17インチなのかな、前後17インチということで、さらにこれ、おそらくね、タイヤサイズが気持ち大きいんですよ。ちょっとね、曇っちゃうんで、ちょっと失礼して、100のね、8017ですか。だから通常なんかこう110の7017みたいなね、ロードバイクで使ってますけど、ちょっと細くてちょっと大きいみたいなね、ものですね。どうですか、色合いもいいんです、なかなか。ちょっとね、暗いんでね、分かりづらいんですけど、色合いがなかなか、この、なんていうの、ブロンズ、なんだろう、ちょっとね、いい感じで、ここのカバーのね、この色、まあ、ツヤツヤ感が何とも言えないんですけど、この辺もね、なかなか、お、いいねっていう感じしますよ。そしてね、ここのね、こう折り重なったこうデザインね、これはもう最近のホンダさんのね、X シリーズ、こんな感じですけど。まあ、そうですね、これで125が出たらとかね、言う方もいらっしゃるかもしれないですけどね。これは。で、7班とかあの辺は、ここがね、メットインになったりするんですけど、これはなってない。でも面白いデザインが、ほら、なんていうんですかね、こうなんかね、こう、ほら、つかめるような感じで、何かこうつけられる、なんか、いろんなこう、使い方ができそうな気がしますね。そしてね、ここにまあ、燃料キャップね、これまあ、普通の、要はここにタンクがあります。そして、ここにね、CB150X って入ってるんですけど、さらにここに X っていうね、デザインされてこれ、ハンドルもかっこいいですね、この色合いがね。これは色合いがかっこいい。で、テーパーハンドルなんですね。テーパーハンドルになってて。で、鍵はね、一般的な普通のこういう鍵なんですけど、まあ、こういう鍵なんですが、嬉しいのはね、これ、シャッターキーついてるね、シャッターキー。イモビっていうね、手もあるんですけど、イモビ駅よりもシャッターキーの方が防犯っていうか、いたずら防止にはね、役に立つんじゃないかなって思うんですよね。イモビ駅で刺されちゃうとね、鍵壊されちゃうと困っちゃうんで。で、まあ、最近のね、昭和のフロントフォークのこのキャップね、こういうのね、ついてますね。で、メーターはデジタルメーター。で、これがあれですね、多分ギアポジションね、ここにギアポジションが出るんだろうな。これはですね、ちょっと、もう少ししたらちょっとやりますんでね。そしてクラッチ、こんな感じね。ここら辺の、VTR とか昔ながらのあれとなんか似てますけどね。軽いですね。クラッチ軽い。ハンドルはどうですか、幅はね。もう少し幅張ってもいいかななんてね、思ったりもしましたが、まあ、でも一般的なオートバイと考えれば、あんまり広すぎると乗りづらいっていうのももちろんあるかもしれないですね。で、ちょっとね、こうほら、手前にこう、ね、斜めに来てるんですよ。ね。その辺もいいんじゃないですか。
で、やっぱ嬉しいよね、センタースタンドついてるんです、はい、サイドスタンドだけかなと思ったんですけど、センタースタンドもついててね、この辺りも嬉しいですね。エンジン6速です、はい、水冷の、ね、6速エンジン、でございます。で、これね、グラブバーなんですよね、標準はね。で、オプションで、純正のオプションでこうリアキャリアとか、あとね、このレバーガードだとか、まあ、いろんなものがね、初めから設定はされているようでございます。で、オプションパーツに関しては、ご購入いただくことも可能となっています。はい。上山さんの方にも、初めからもう入れてきてるみたいなんで、はい。それを一緒にね、取り付けることももちろん可能、となってございます。はい。どうですか、この感じ。ね。いいじゃないですか。ね。うん。で、これは、まあ、アンダーガードというわけではないのかな。うん。アンダーガードというわけではない。ね。下はない、ね。ないからね。はい。まあ、一応カバーがついてる。ですね。はい。まあ、ブレーキは、まあ、ABS とかついてないですね。インドネシアはね。はい。こちらは、片押しツーポットのウェーブタイプなんですけどね。はい。採用。ということでございます。はい。フェンダーもね、こういうダウンフェンダーで。うん。まあ他の X シリーズ、400X だけはフロントがなんか大きいやつね、最近採用するように、いつぐらいですかね、最初は確かに前後17だと思うんですけど、途中からね、モデルチェンジして、19インチですか、大きいのにね、なったかと思いますけど、はい、まあ、このあたりは、17インチ採用ということです、はい、水冷エンジン、ね、でございますよ、まあ、ブレーキ周りこんな感じでね、ステップ、まあ、このあたりはね、抜いてあるタイプのね、あれですけど、うん、まあ、コスト削減タイプですか、これはあ、これ普通のステップですね。だからゴム外してどうのこうのっていうタイプではないね。まあオフロード走るよっていうタイプのバイクではない、うん、やっぱりあれじゃないですか、SUV 的なね、うん、そちらのタイプなのかなと思います、はい。まあ、雰囲気はなんかね、アドベンチャーとかオフ車っぽいイメージがあるんですが、うん、ね、ロードバイクっていうことですか、はい、オフ車じゃなくていいんだよって方がいらっしゃると思うんですよ。でもやっぱりね、いや、そんな別にオフバリバリ走るわけじゃないし、オフ、まあ、ほとんど走んないかな、だから雰囲気っていうのね、やっぱり重要かと思うんで、はい、ね、もちろん担当してくれて、もちろんもうディスクブレーキですよ。で、リンク式のサスペンションですよ、ね、うん、これマフラーとか、まあ、他にもね、いろんな部品がそのうちいっぱい出てくるんだろうなということはもうね、たまんないですね。そして、透過類ね、透過類でございますが、ヘッドライトはもちろん LED、 そしてウィンカーも LED、ですよね、はい、基本的に全部 LED ですかね、LED ね、 LED、 多分テールライト、ナンバーと、あ、これも多分 LED ですね、間違いないね、こんな感じですからね、はい、そんな作りになってますね、はい、でチェーンドライブ、はい、うん、どうでしょうか、チェンジペダルはね、直付けですかね、だから角度の調整っていうのはちょっと、うん、できるタイプではない。1個ずらすとね、結構ずれちゃうんでね、はい、あれなんですけど、そうですね、はい、うん、なかなかこれはよろしいんじゃないでしょうか、はい、ね、スクリーンとかも多分ね、大きいのとか、あとまあな、これハンドル切るどうなのかな、ハンドルこれぐらいですからね、ハンドル切ってもこれぐらいだから、ね、結構余裕あるんで、ちょっとね、大きめのスクリーンとか、はい、いくらでもつけられるような気がしますよ ね、はい、ね、ちょっとね、なんとかバイク TV でね、400X と NC7 半でしたっけ、 X ね、でなんか出てましたけど、最近出っ張ってないですよね、ここね、ちょっとこの辺でもうすぐなくなるデザインになったんですよ。ちょっと少しこうくちばしみたいに出していただくとね、いいんじゃないかなって思っちゃいますけどね、ね、水冷エンジン、輪ゴムが止まってるんですけど、これ何を止めてるんですかね、これ下のなんか止めてんだ面白いですね、はい、さあこんな感じでね、発売になったばかりのようでございます、はい、で、まあ、小木山さんもね、最初かなり入れてるみたい で、はい、であと1どうですかね、1台は置いてありましたね、何もついてない、ね、売約済みみたいなのはない状態 でどちらがお好きな方って、ね、言われたんで、あ、じゃあこれ手前側のこれでいいですっていうね、はい、あれたんですけど、うん、で、価格とかはね、小木山さんのホームページに書いてあります。まあうちでも、まあ、そんなには変わらないんですけど、まあ、気持ち安いかなっていう気はしますが、はい、で、これは一応うちお客様ついていないので、欲しいという方がいらっしゃればね、すぐ
整備して、ご納車することは可能でございます。はい。もちろん、沖山さんの方に行ってご購入いただくことも可能ですが、在庫がなくなれば次の便ということで、2月下旬のようです。なんか旧正月がどうのこうのとおっしゃったんでね、次入るのはやっぱりちょっと2月下旬から3月頭になりますかねって話をされてたんで、はい。気になる方もね、いらっしゃるかと思いますけどね。これはなかなか、ちょっと魅力的な、うん、デザインがね、かっこいい。やっぱこれ、大きいですね。ちょっとね、まあ、持ってきてね、そんな暗いところであれなんですけど、ちょっと中もね、バイクいっぱい入っちゃってるんで、あれなんですが、ちょっとね、またがってみて。で、私、175センチぐらいありますけど、まあ、どんな塩梅か、センターさんちょっと下ろしてね。しかも、これね、めちゃくちゃ軽い。うん。これ軽いですよ。はい。実際の重量云々はわかんないですけど、これ軽いですね。で、またがるね。で、かかとはね、こう、ちょっとこう、少しこう、背筋伸ばせば両足かかってくるんですけど、まあ軽くね、こういう感じで、はい。気持ち浮く感じですか。はい。ね。で、こんな感じ。膝の曲がりもね、うん、そんなにきつくないですね。はい。うん。で、ハンドル、もう自然な位置ね。もうちょっと、まあこう、もう少し幅があって、高く、少し高めでも、みたいなね、イメージもありますけど、ただ、やっぱり実際の使い勝手考えればこれぐらいがいいのかなとは。うん。そんなことを思います。はい。いや、すごいわ。これね、マジ軽い。あの重さも感じない。なんだろう、これサイドスタンドでね置いてこう起こすときも、うん、そうですね、軽いですね。はい、うん、逆にあの CRF150 とかあの辺りの方がなんか一瞬あれちょっとこれ重いなってイメージになっちゃうんですね。なんですかね、うん、実際はそんなに重さ変わんないと思うんですけどね、うん、なんかあるのかな、ガソリン入ってないからかな。わかんないですけど、ね、で、うちにありますので、あのもしよろしければね、あの実車を確認していただいて、で、ご購入のね、検討していただければと、思います、はい。で、色がね、今回はこのグレーしか入らなかったみたいですけど、他にもあの2色別の色ありますので、でそれも多分、ね、順次ね、入ってくるんだろうと思うんですけど、もちろん色も選択してね、これがいいって言っていただければ、それを注文することも可能です。可能です。ですので、他の色、良ければ、はい。ホームページ実際ね、見ていただければね、載ってますから、はい。これが欲しいのでね、うん。で、オプション品、まあ、そうですね、一応、ゲームさん、一度にみんな入れてるんですけど、まあ、価格はそれなりにするんですが、まあ、するんですけど、まあ、そうですね、そのあたりももしね、一緒に良ければ、はい。取り付けに関しては、オプション品、そうですね、なんか変わったのありましたかね、うん、まあ、オプション品に関してはね、うちでもしやる場合は取り付けのコーチやサービスでやらせていただきますのでね、はい、ご一緒にと思いますが、どうでしょうか、はい、あ、持ち込みでこれ付けてくれっていうのはちょっとね、また話は変わってしまうのでちょっと何とも言えないんですけどね、はい、ということで今回はね、ちょっとね、入ったばかり話題のもの発売されてます。CB150X でございました。ありがとうございました。